木しげるの妖怪絵本。皆さん、妖怪を見たことがありますか？日本には数々の妖怪についての言い伝えが残っています。漫画家の水木しげるという人はたくさんの妖怪の姿を絵にしてきました。そこには不思議な魅力がいっぱいです。これから一緒にその妖怪の世界をちょっと覗いてみましょう。おはぐろべったり。昔は嫁入りをするとおはぐろといって自分の歯を黒く染める風習があった。おはぐろべったりは女の妖怪で、夕闇迫る町外れの人気のない神社とか寺に現れる。美しい着物を着ていて、時には花嫁姿のこともあるが、いずれも顔を隠している。そこで通る人は親切心からつい声をかけてしまう。すると待ってましたとばかりに振り返って己の顔を見せるのだが、それがつるりとしたのっぺらぼうである。相手が驚くと今度は白い顔の下がパックリと割れ、おはぐろの歯でニタニタと笑う。目鼻がなくて黒い歯ばかり。大抵のものはこれを見ると腰を抜かして気絶してしまう。このおはぐろべったりの正体についてはいろいろと言われており、タヌキが化けたものだと説明する人もいる。ケラケラ女。世の中には不吉な笑いがあるようだ。ある学者は、笑いは笑われる者にとっては恐怖であると書いている。このケラケラ女はまさしくそういう笑いの恐怖の妖怪である。寂しい道を歩いていると、なんだか不安になって、こんな道には何か出るのではないかと思い始める。そんな時、どこからとも知れず女の大きな笑い声がケラケラと聞こえてくる。びっくりして振り向くと、大きな女がこちらを見て笑っている。そこで再びびっくりして慌てて駆け出そうとする。するとまたさらに大きな声でケラケラとくるから、見たびびっくりする。気の弱い人は気絶することもあるそうだ。ケラケラ女の笑い声は大抵その人にしか聞こえないので、家に帰って真剣にその話をすると、今度は家の人から笑われるということになる。今日はこれでおしまい。今回は女の人の姿をした妖怪を紹介しました。あなたの知っている妖怪はいましたか？まだまだ妖怪のお話は続きます。次回をお楽しみに。